こんにちは、つれづれママです。いつもありがとうございます。このチャンネルでは一冊の本をまとめながら人生を楽に生きることをテーマにお話しています。どうぞゆっくりと休んでいってくださいね。さて今日は、あなたは絶対運がいいの秘密という本をご紹介したいと思います。タイトルを聞いて、あれと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうです。 これは、あさみほほ子さんのベストセラーについて書かれた本なんです。そして、驚きなことに、あさみさんと鴨頭義人さんの対談本なんです。鴨頭義人さんは、YouTube 講演家として有名な方ですが、それまでは、マクドナルドの優秀な社員でした。しかし、2010年に独立起用され、 講演家としての道を歩み始めましした。しかしなかなかうまくいかずどん底の毎日を送られていたそうですそんな時に書店で浅見さんのあなたは絶対運がいいという本を見つけたんだそうです鴨頭さんはこの本から生きる勇気をもらいましたそれから何度も何度も読み返しては究極のプラス思考で 窮地を乗り越え、今の地位まで登り詰められたんです。そして今回、お二人の対談が実現したというわけです。お二人はどんなことを話されているのでしょうね。それでは見ていきましょう。よろしくお付き合いください。第一章、あなたは絶対運がいいが生まれた奇跡。あさみさんは、 24歳の頃、ロンドンに留学しました。しかし、いざ一人暮らしの部屋を探すとなると大変。なかなか見つからなかったそうです。ロンドンの不動産屋さんでは、あなたの言っている条件の部屋なんてどこに行っても見つからないよって言われたそうです。でも、ここで諦めないのが朝見さん。それなら、運を良くすることをしてみようと思い立ち、 徳を積むことをする。感謝をする。この二つを実行し始めました。すると、次に不動産屋に行った時に、ちょうどの部屋がベストなタイミングで見つかったそうです。その時に、運というものは自分の言動次第で本当に良くすることができるということに気づいたんだそうです。そして、それからも、 運を良くする方法を続けたということです。やってみたら意外と自分が気持ち良かったので続けられたとあさみさんは言っています。いいことが起きたから感謝するということは普通にあることです。しかしあさみさんはさらに自分からいい面を見つけて感謝するということを実行したそうです。こんな経験があったとか。 夜、近所でパーティーがあったのかとてもにぎやかな声や激しい音楽が夜遅くまで鳴っていたそうです普通ならこんな遅くまで非常識なとかうるさいとか思いますよねしかしあさみさんは少し考え方を変えてみました仲間と楽しそうに笑い合って最高に幸せな場所になっているんだろうな そんな幸せな波動を自分も共有できるということはありがたいことなのかもしれない。てすると、それからすぐに自然に音が収まったんだそうです。しかも、それ以降信じられないほどいいことが頻繁に起こり始めたということです。なぜこんな目に遭わなければいけないんだろうと思うようなネガティブな感情も 視点を変えればありがたいこととポジティブな方向に意識を向けることができます。そしてあらゆることに感謝を続けることで一見関係ないようなことまでが良くなっていきます。すべての物事はつながっているからです。今のような不安な社会だからこそ自分の状態にフォーカスしてほしいとあさみさんは言います。 自分のエネルギーを自分でしっかり上げることができるかが幸せになるか成功するかなど全てのことの分かれ道となりますそして自分の本音の感覚で選ぶという視点に立つことが大切です本音の感覚とは直感やひらめきのことですこれを持つことは宇宙とつながっている感覚を知る始まりとなります 宇宙からいつもサインや情報は来ているんです。第2章。あなたは絶対運がいいとの出会いとその衝撃。さて、次は、鴨頭さんのあなたは絶対運がいいとの出会いについてです。鴨頭さんは43歳の時に、 25年間勤めめたマクドドナルドを辞めて独立起業し,まし,たしかし仕事ゼロ仲間ゼロ収入ゼロが続いていたある日一回り以上も年下の経営者に「鴨頭さんももういい年なんだから夢みたいなこと言ってないでちゃんと足元を見て利益を出せるビジネスをした方がいいですよ」。 社会にとっていらない人になっちゃいますよ。って言われてしまうんです。かなりショックな言葉ですよね。鴨頭さんもこの言葉でどん底の気持ちになってしまい、何かに救われたいという一心で本屋に向かったと言います。そこで、なぜか、あなたは絶対運がいいが目に飛び込んできて、今この本を読むタイミングなんだ。 という確信を持ったそ,うですそして夢中になって読んだ後自分の信じたことを続けて生きていこうと素直な気持ちで前を向くことができたんだそうですその後も鴨頭さんは自分の心が下り坂にいると自覚した時はこの本を読んでまた復活するんだそうです鴨頭さんは 人の心や意識にはレベルがあると本で確信しました。このレベルというのは心の状態、精神レベル、魂のレベルのことです。このレベルが低いと何か良くないことが起きた時に人のせいにしたり、文句を言ってみたり、人のことを妬んだり、愚痴ばかり言ったりします。 反対にレベルが高いと、心も生活も豊かになり、いつも明るい気分でいられます。また、精神レベルを A から Z までの列車に例えてみます。A 列車が一番精神レベルが高い列車です。そして、B、C、D と進むにつれて、精神レベルが低い人が乗る列車になってきます。 A 列車に乗っている人は必ずずっと A 列車に乗り続けることができます。でも B から後の人はその時の気持ちの持ち方で上にも下にも列車が変わります。つまりいいことが起こった時はいいけれど悪いことがあるとグレてしまうんです。自分の捉え方と先の展開を考えた時 自分が心地よく感じるように捉えた方が絶対的に未来にいいことがあるしこの出来事自体が良い展開をしていくんです A 列車に乗っている人の人生を送るためには自分の精神レベルを上げるしかありません自分がどう感じるかは他の人や物によって左右されるものではないからです自分のエネルギーが上がると 信じられないことが起きます。鴨頭さん、本に出会って自分の精神レベルを上げることに気づいてから、年間240の講演をこなすようになりました。鴨頭さんは努力することが好きなんだそうです。ですから、努力することがちっとも苦にならなかったと言います。しかし、好きと感じられない努力をすることは、 辛いだけで長続きはしません。楽しみながら努力できたので思ったことが実現したのでしょうまた鴨頭さんが本に出会ってから劇的に変化したことの一つに運についての考え方を挙げてらっしゃいますそれまでは運は生まれつきのもので変わることができないと考えていたそうです しかし本と出会ってから運は自分で変えることができると思うようになりました。そして自分は運がいいんだと信じた瞬間に本当に運が良くなったそうです。よく一生分の運の量は決まっていて運を使い切ってしまうとあとは良くないことが続くと言ったり運の良い,いことの後には必ず良くないことが起きる。 なんて言ったりする人がいますが、そんなことはありません。思ったことがその通りになるんですから、運がいいことの後に必ず良くないことが起きると思っている人は、自分が思った通りのことが起きるだけの話です。そう思ったらそうなるということです。さて、今日はここまでです。 あなたは絶対運がいいよ書かれた頃のあさみさんの思い、その本に出会うべくして出会った鴨頭さんの思いなどを振り返ってみました。いろいろなところで目に触れ、耳に触れたりしているエピソードですが、改めてお二人の対談として書かれていると、ああ、そうだったんだ、と思い出すことも多くあります。 また新鮮な気持ちで本を読み直してみたいなと思いました。次回はあなたは絶対運がいいに書かれていることのおさらいと運を良くする方法について改めてご紹介していきたいと思います。それでは次回をお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。